はじめまして。成増北口商店街にあります一木整骨院院長久と申します。今回はベッドに横になったままでできる簡単な体操をご紹介いたします。体操の途中で痛みがあるようでしたら無理をせずできる範囲で行ってください。どうぞよろしくお願いいたします。まず最初にお尻上げ運動です。仰向けに寝て両膝を立てます。両腕は左右に広げて安定させてください。その状態からお尻を上げていきます。肩、腰、膝が一直線になるようにしたいのですが、辛いようでしたら途中までで結構です。それでは始めます。1、2、3、4、5、下ろしてください。ちょっと休憩して繰り返します。5秒間キープします。呼吸は止めないでください。これを5回ほど行いましょう。次にお尻下げ運動です。お尻上げ運動と同じ体勢から始めていきます。お尻をベッドに押し付けます。左右の肩甲骨とお尻の3箇所で体重を支えるイメージです。背中がベッドから離れるようにします。力の入れ方が分かりにくい人はお尻の下にタオルを置いてタオルを潰すような感覚で行うと分かりやすいです。それではやってみましょう。1、2、3、4、5、ちょっと休憩して繰り返します。5秒間キープします。呼吸は止めないでください。こちらも5回ほど行いましょう。次に体ひねり運動です。お尻上げ運動と同じ体勢から始めていきます。膝と膝をくっつけた状態で腰から下を倒していきます。倒した側と反対の肩が上がらないように気をつけてください。それではやってみましょう。1、2、3、4、5、次は反対側です。5秒間キープします。膝と反対方向に顔を向けてください。左右で1回、これを5回行いましょう。いかがでしたか。今回はお尻上げ、お尻下げ、体ひねりの3つやりました。この運動を朝晩2回、起床時、就寝時に行うのが理想的です。無理せずできる範囲でいいので、ぜひやってみてください。一木整骨院でした。